ごちそうさまでした。皆さん、今日は奉仕活動頑張りましたね。今晩はゆっくり休んで、明日からの授業に備えましょう。エルストレイン、主よ、この食事の恵みを心から感謝します。エルストレイン、新入生のマイもいるので再度言っておきましょう。24時を過ぎたら部屋から出ないように。宿女たるもの、規律はきちんと守ること。いいですね。はい、では皆さん解散。部屋から出るな、消灯時間ってこと。出るのよ。こんにちは、新入りさん。私、ビクトリエ。この女子寮ワーズワーズにはね、夜な夜な廊下を徘徊する顔のない幽霊がいるの。何でも意地悪な寮生の嫌がらせに耐えかねて、上の階の廊下から飛び降りて死んだ気の弱いメイドの霊なんだって。その名もリズ・ショアラの幽霊。結構目撃談も多くてやばいっすよ。何せ寮生に恨みのあるメイドの霊だから、捕まると殺されるとか。あ、自分マコトって言います。ちなみに自分は見たことないっす。ええ、そうなんだ。ちょっとやめてよ、舞ちゃんはお化け苦手なんだからね。舞ちゃん、今日はお疲れ様でした。ルームメイトのロットちゃんと仲良くね。正直この子うんざりですけど。アビー、お風呂に行こう。エーサ
から。ではごきげんよう。あなたたち、いいコンビよ。お風呂行こっか。いい、今日はもう寝る。え、私毎日体洗わなきゃ気持ち悪くて寝れないよ。じゃあ入ってきなよ。先に寝てる。おやすみ。女の子がそんなのダメね。明日の朝シャワーに引っ張り込む。はあ、私は朝シャワー浴びたから平気だよ。朝晩なんて入ったらふやけるわ。もっぺんシャワー室直行にさせてやろうか。こら新入り、ビビってる？ねえ。朝おとなしくゴミ出し変わればよかったでしょ。森林のゴミ拾いどうだった？大変だったわよ。ビッグ、このバカ、答えてんじゃないわよ。いった、ごめん。なんでこんな子にくっついてるの、あなた。こら、この新入りが本当に痛い目に遭わせなきゃ分かんなそうね。殺すわ。いいの、新入り。殺される覚悟あんの？やめて。泣き入れる？やめてほしければ。殺す覚悟ないならやめて。殺したくない。方が怖いよ。行きなよ。かっこつけやがって。
私たち悪魔の軍団はあんたをこれから徹底的に標的にすると決めたから。ちなみに私ら3人のことだ。行くよ。舞ちゃん、大丈夫だった？ビーナ、今手に。何もされてないよ。早かったね、お風呂。あ、うん、ちょっと心配になって大急ぎで出てきたの。そしたら案の定。ちゃんと髪拭きなよ、もう。さ、寝に帰ろ。うん、寝よ寝よ。戻ったら舞ちゃん拭いてくれる？いいけど。なんなのよ、舞遠山。明日もちょっかい出したらなんか返してくるかしら。静かね。ホールは昼間にぎやかだから余計違和感を感じるわ。もうすぐ24時だけど。この私が消灯時間なんて気にしていられるか！トイレ行きたいんだから仕方ないでしょ。うっ、漏れる。急がなきゃ。あ、やば、本当に回ったわ。先生に見つからないようにしないと。